歴史学者モースの筆録にこう記されている。クリスタルの加護を受けし大地バリスゼア、大地に鎮座するマザークリスタルは人々を繁栄に導いてきた。しかしいつしか芽生えた人の自我は自らを惑わせていく。それゆえにクリスタルをめぐる探求の旅は今なお続いているのだ。もうすぐ夜明けだ。そろそろ両軍が動くぞ。俺たちの任務はドミナントの暗殺。標的を間違えるなよ。女だろ戦場で間違えるか。それより本当に現れるんだろうな。いずれにせよ俺たちに拒否権はない。これがある限り疑問を持つな。そろそろ出るぞ。わかるなよ、ワイバーン。お前はこの任務の肝だ。わかってる。こっちだ、ついてこい。
この戦場は荒れるぞ。くれぐれも気をつけろ。おい、急ぐぞ。始まりやがった。出るまでダルミキア軍が持てばいいがな。なんだよ。門へ行け。急げ。早く。援軍を出せぬとはどういうことだ。話が違う。何のための同盟か。慎まぬか。陛下のウォルド王の御前だぞ。これが我らの結論です。何を焦っておいでか。戦況など一時的なもの。先の大陸戦争の折も帰国だけで見事に奴らを防いでみせた。違いますか。それに帰国のドミナントが控えておられるのです。我々の介入はかえって足手まといでは。患者の知らせでは奴らも召喚獣を手に入れたという。あの時とは状況が違いましょう。援軍は不要だ。何の勝算があって。今さら兵隊を借りたところで、悠長に到着を待つ気か。ここが落ちればあの蛮族どもを前に首都ランデラは丸裸なんだぞ。俺が出るしかあるまいよ。クプカギョウ、せいぜい鉄王国の奴らに見せつけてやるとしよう。格の違いってやつを。フーガ。ベネディクト。うん。
気をつけてね。増票など召喚獣の前では散り役だ。俺の力を疑ってるのか？いいえ、全然。あなたを信じてるわ。愛してるもの。召喚獣芝だろうが、すぐに片付ける。いいか、戻ったら覚悟しておけよ。乱戦になったな。いい頃合いだ。俺たちも行くぞ。どうする？行くしかない。先に行け。待て。何か様子が。召喚獣を出してきた。鉄王国の島だ。本当に嫌がった。行くぞ。最高エリア。
しろ。任務はまだ終わってないんだぞ。兄さん、クライブ兄さん。もうおしまいで。ナイトの称号を返上しても構わんというわけだ。ナイトがこの体たらくでは守られる側も気が気でないのでは。心配なんてあるもんか。兄さんは絶対に負けないよ。でしょクライブ、次こそ一本取れるわ。頑張って。では本番、五千円に応えてみせられよ。では改めて打ち込みから立ち筋を見せてごらんなさい。お見事。その立ち筋なら戦でも引けを取りません。しかし魔法の腕はどうですかな。フェニックスから授かった火の魔法、とくと見せていただきましょう。さあ、火の魔法を見せてごらんなさい。見事です。もはや魔法の訓練など必要ありませんな。世辞は必要ない。では次は私から参りますよ。攻めは確かだが、果たして守りはどうか。今度は気を失わぬようしっかりと私の剣をかわされよう。私の太刀をかわせますかな。なんとこれほどの動きを見せるとは。すごいわ。そこか。いいでしょう。クライブ様、くれぐれもお忘れなきよう。熟達した身のこなしはそれだけで大きな武器となります。そしてあなたには可能なはずだ。常人を超える身のこなしが。ナイトの称号を持つあなたはフェニックスの祝福を授かっている。その力で私に追いついてごらんなさい。さあ、追いつけますかな。Yeah, hit and run tactics. そう、これで相手は不意を突かれる。さすがですね。
ですが、いくら類稀な力を持っていても戦場を無傷で切り抜けるのは困難。わずかな傷が命取りに。その力を十分に発揮するためにも、特に自身の体力は常に把握しておきなさい。さてクライブ様、そろそろ体力が減ってきた頃ではありませんか。よろしい。戦は人たちが勝敗を分かつもの。剣術、魔法、身のこなし、祝福の力、その人たちを確たるものにするため、自身の力量を正確に破測するのです。常に万全の体制で臨むことを忘れてはなりません。さあ、肩慣らしはここまで。最後は実戦です。バケツの水で冷えた体もそろそろ温まった頃でしょ。望むところだ。ようやく私もお相手ができる。ではナイトの称号にふさわしき力量を証明してみなさい。ああ、やってやるとも。さあクライブ様、かかってきなさい。やられましたな。だがようやく一本だ。父君の剣によく似ている。名ばかりのナイトだなどともうからかえませんね。頼もしくなられた。何をしている。持ち場に戻れ。ジョシュ、疲れただけだ。こんなことにフェニックスの力を使うんじゃない。ナイトを癒すのも僕の務めだよ。これくらいで。ほら見ろ。
今朝も咳き込んでたな。外に出ていいのか。大丈夫だよ、安心して。無理をするな。殿下がお戻りになられました。父上だ。大公妃、いけません。このようなところへいらっしゃるなど。可愛い息子を迎えに行くのです。何の触りがありましょう。皆の者、我がロザリアへの揺るぎない忠誠に感謝します。ありがたきお言葉、我が身に変えても。ジョシュは、また部屋を抜け出していけない子ね。ごめんなさい。ご機嫌うるわしゅう、母上。さあ、ジョシュは、殿下をお迎えに上がりましょう。将軍。あは。まるで血がつながってないような扱いだ。はあ、実の息子なのに、フェニックスが宿らなかっただけで。行こうか。面を上げよう。お帰りなさい、父上。ありがとう、ジョシュア。大事はなかったか。ええ、もちろん大丈夫です。今日は兄さんの稽古をずっと見ておりました。そうか。トルガン、静かに。これやめろ。トルガン、そいつは大物になるな。父上、楽にされよ。ご厚情、痛み入ります。ご無事のお戻り、何よりでございました、父上。近いうちに戦になる、覚悟しておけ。ここまで切迫しているんですか。後で謁見の間に話がある。はい、父。殿下。敗散。ダメよ、どこ行くの。私たちも行きましょう、クライブ。そうだな。戦になるの。おそらくな。話を聞いてみないと。
さあ仕事にかかってくれ。アナベラ様はお厳しいのでな。お任せください。この調子でキビキビ働いてくれ。日暮れまでに運び出さないと。ただいまクリスタルの検品中です。完了次第皆に配給いたします。気をつけろよ。お目汚しをしてしまい申し訳ございません。何をやってるんだ、早くお辞儀しないか。余計なことをしたようだな。いえいえ、滅相もございません。あなた様からお言葉を賜るなど奴隷の身にあまりある光栄。この国以外では声どころか見ることすらしていただけない。ロザリア公国のベアラーたちはきっと大陸一の家宝者でございましょう。二人とも顔を。おい、こら、そう強く当たるんじゃない。はは、クライブ様の仰せのままに。これからも国のために励んでくれ。いいな、体も痛いよ。それでは失礼いたします。ああ、わかった。さあほら、仕事に戻るぞ。夕餉の支度をしてるわね。トルガル、腹でも減ったのか。先ほどの手合わせ拝見しておりました。将軍から一本取るとはお見事です。今年の小麦の収穫はどうかしら。戦続きで備蓄が心配だけど、今のうちから備えておきましょう。こっちは静かね。ジョシュア、
兄さん、戦が不安か？フェニックスの力でみんなを守らなくちゃ。でも僕は。大丈夫だ、父上が導いてくださる。それに俺がお前を守るさ。そうだね、ありがとう兄さん。ジョシュアの身の回りを第一になさい。いいですね。はい、仰せのままに。頑張って。お召しにより参上いたしました。何なりと。ここにアナベラはおらん。楽にしろ。それで北部に変わりは？見渡す限り黒一色だ。数度の月が沈む間に北部の多くが黒の一帯に飲まれた。あれは遅かれ早かれ直轄領に及ぶ。そんな。この首都ロザリスはすでに北部からの移民であふれている。南部のポートイゾルデに回すにしても時期に限界を迎えるだろう。全てが起こってからでは遅いのだ。早急に動かねば。鉄王国と戦を。もはや小競り合いでは済まないでしょう。私有を決する時です。こたびこそドレイク・ブレスを奪還する。かのマザークリスタルの加護なしに我が国を守ることはできぬ。マザークリスタルをめぐってまた戦が始まる。明日フェニックスゲートに出向く。しきたり通り戦ごとの典型を仰がねばならん。ジョシュアのナイトとして私も。その前にやってもらいたいことがある。ロドニー、ここ最近領内で北の蛮族が相次いで目撃されているのをご存知か？
スティルウィンド湿地にゴブリン族がいるという噂なら。よろしい。それでは腕利きを二人預けます。明日クライブ様にはスティルウィンドへ向かい、その調査を行っていただきたい。完了次第フェニックスゲートで合流を。手柄を立ててアナベラを黙らせておけ。承知いたしました、殿下。話は以上だ。今日のところは早めに休め。はい、失礼します。お帰りなさいませ、クライブ様。どのくらいかかるのです？長くはない、四五日といったところだ。ジョシュアも同行を？お前とてロズフィールドの血を引くものだろう。忘れたわけではあるまい。戦の前にはフェニックスゲートで典型を仰ぐのが古くからの習わし。それができるのはドミナントたるジョシュアのみだから。何です？あの子は体が弱く。そんなことは分かっている。だがフェニックスのドミナントである以上、太鼓を積む身だ。ジョシュアには何事も慣れさせておかねば。エルヴィン、心配するな。クライブがついている。あいつも一発の兵士になったとはいえまだ15なのだぞ。少しは気にかけてやれ。あの子は嫡男として生まれながらフェニックスを宿さなかった。取るに足らぬただの人が我が太后家に必要だとでも？わしもただの人だ。あなたは太后、このロザリア公国の国主です。またその話か。力を持たぬわしが太后の座にあるのは先代たる父上が創生したからだ。ジョシュアが成人するまでの仮初めの地位に過ぎ。それでもあなたは太后の座についた。我らロズフィールドの地に、恥ぬ地位に。
類まれなる尊き血を冒涜しなかったわ。受け継いだ血が一体何になる。そんなもので国を民を守ることなどできるものか。明日は早い。もう休むぞ。明日は功を立てなければ。願い事？ジル、もうそんな年じゃないよ。すぐに寝るさ。さあ。明日はクライブも行くのね。ジョシュアのナイトだ。あいつを守ってやらなきゃ。あんな体で無理して俺は変わってやることもできない。クライブ、それだけじゃない。父上から受けた別の命もある。じゃあクライブたちが無事に帰れるようにメティアにお願いしなきゃ。また戦が始まるのね。ここでの生活が幸せだから忘れてた。私の国との戦だけで終わりじゃないって。戦はずっと続いていくんだって。そうだな。次は多分大戦になる。でもクライブなら大丈夫よね。フェニックスの祝福を授かってナイトになったんだから。冷えてきた。もう寝ろよ。さあほら。おやすみクライブ。すまないアンブロシア、今日は狩りじゃないんだ。大丈夫、儀式はきっとうまくいくわ。うん、頑張るよ。行ってらっしゃい。ゲートに出発する。皆にクリスタルの加護があらんことを。我ら炎の神、物騒の果てとならん。殿下ご出立、開門。
クライブ様、任務の間この子をお預かりしますね。頼む。俺たちも支度できました。クライブ様とご一緒できるとは光栄です。今回の名目は調査だが、現地で戦闘になることも十分に考えられる。ゴブリン族は凶悪だ。舐めていると痛い目を見るぞ。蹴散らしてやります。ウェイド卿、タイラー卿、どうかよろしく頼む。はい、任せてください。尽力します。では行こう。クリスタルの加護があらんこと。ゴブリン族か。奴らが出たのはこの辺りだ。ここを下ればもう湿地帯です。足元には気をつけて。ああ、慎重に行こう。Would certainly make it easier, but that would also deteriorate my ability to dodge. Although it actually tells me when I can, I guess. Keep it. This one, no. Just because it can be evaded doesn't mean it should be evaded. It might put you in a worse position.This and I'll slow down time. This is basically auto kill. As long as I had the potions ready.
So the choice between damage and breaking their will. So I thought breaking their will might be better. Although if I can kill them, then there's no need to break their will. The combat zone seems so bad.